アルファ2スペクトリン、または、スプタン1は、人では、スプタン1遺伝子に高度される、タンパク質である。アルファ2スペクトリンは、様々な組織で発現しており、心筋の Z 線構造、コスタメア、筋症で高度に発現している。アルファ2スペクトリンの変異は、早期乳児転換性脳症、オーターラ症候群ごと関係しており、アルファ2スペクトリンは、 ギランバレー症候群と乳児の先天精神疾患のバイオマーカーとして有用である可能性がある。α2 スペクトリンは選択的スプライシングが行われることが記載されており複数の転写産物バリアントが生じる。具体的には心筋細胞では4種類のスプライスバリアントが同定されている。主に赤血球に存在する αi スペクトリンとは異なり、 アルファ2スペクトリンは、ほとんどの組織で発現している。アルファ2スペクトリンは、心筋では、筋細胞の Z 線構造、コスタメア、筋症に存在し、心臓性イメ細胞では、細胞骨格ネットワークの表面に沿って存在している。アルファ2スペクトリンは、ベータ2スペクトリンとのヘテロ二両体として存在するのが最も一般的であり、二両体は、 自己融合して、ヘテロ4両体を形成する。スペクトリンは広範囲に分布する、細胞骨格タンパク質で、アクチンの過強細胞接着、細胞間コミュニケーション、細胞周期の調節に関与する。心筋における、アルファ2スペクトリンの役割はあまり理解されて、いないが、筋消化のドメインの組織化と、連続的な心筋収縮と関係したストレスに、対する、 筋状の安定化に関与していると考えられている。α2 スペクトリンの機能的多様性は4種類のスプライスバリアントから明らかである。1つ目は α2 カーディーと呼ばれる心臓特異的バリアントで21番目のスペクトリンリピートに21アミノ酸が挿入されている。挿入は β スペクトリンに対する結合親和性を調節し、 筋細胞の成長と分化を調節している。二つ目のバリアントは SH3I と呼ばれるもので、十番目のスペクトリンリピートに20アミノ酸が挿入されている。プロテインキナーゼ A とプロテインキナーゼ C によるリン酸化部位を含み、スペクトリンの CA に依存的切断とタンパク質間相互作用を調節する。 三つ目は15番目のスペクトリンリピートに号アミノ酸が挿入されており、挿入部位は抗原性の高いエピトープや P53 のアンキリン様 P53 結合タンパク質に対する結合部位と類似している。四つ目は21番目のスペクトリンリピートに六アミノ酸が挿入されており、その機能は明らかにされていない。アンジオ転身痛によって誘導される心臓の リモデリングに応答して、心臓繊維目細胞で、α2 スペクトリンの遺伝子発現がアップレギュレーションされることが示されている。疾患と損傷の動物モデルからは、α2 スペクトリンが多様な機能に関与していることが示唆されている。超低体温循環停止の犬モデルでは、α2 スペクトリンの分解産物が、心臓手術後の神経損傷と関連したマーカーで、 あることが示されている。スプタン1遺伝子の変異は、早期乳児転換性脳症、大田原症候群後の原因となる。アルフ α2 スペクトリンは、先天精神疾患を抱える乳児で脳のエシとアポトーシスのバイオマーカーとしての有用性が示されている。アルフ α2 スペクトリンの分解産物は、会心術手術器と術後の新生児の結成中に検出される。 ギランバレー症候群の患者の脳脊髄液では、α2 スペクトリンのタンパク質レベルの上昇が検出される。α2 スペクトリンは次に上げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。